縄張りあるいは、ペリトリーとは、動物個体あるいはグループが、直接に防衛するかあるいは信号を通じて、他個体を排斥し、排他的に占有する地域のことである。縄張りを作ることを、縄張り行動という。日本語のこの言葉自体は、日本人が古来土地の所有権を示すために縄を張ったことに、由来するものである。動物にとっての縄張りは、個体や、集団の防衛。 食料の確保、繁殖の成功などを容易にする機能を持つ。人間の場合、それ以外にも生徒族、身分の上下など、価値を区切る役割を持つ文化的な制度である。脊椎動物や節足動物には、様々な縄張りを持つものがある。変わったところでは、海岸の岩の上に付着する巻貝類でも、縄張り行動をするものが知られている。縄張り行動は、 動物行動学のみならず、個体群の構造に関わる問題なので、個体群生態学の問題でもある。ティンバーゲンが研究したトゲウオンの一種であるイトヨの繁殖行動では、典型的な縄張り行動が見られる。繁殖期のオスは、推定の水草を使って巣を作り、その周囲を縄張りとする。他のオスが近づくと、これに対して突進して攻撃して排除しようとする。 メスが近づくと、その前で独特のダンスをして、メスを巣に誘い込もうとする。メスが巣に入って散乱すると、オスはその後に飛び込んで縫製し、その後は卵を守る。このように動物がある決まった場所に居ついて、その周囲に一定の防衛権を設定したものが縄張りである。縄張り防衛は噛みつくなど、はっきりとした攻撃の形を取るものもあるが、 はじめから攻撃せず、一定の威嚇や、G 行動を伴う場合が多い。春に、ウグイスがさえずるとき、数話が交互に泣き合うのを聞くが、あれは、縄張り宣言の意味があり、遠くから宣言を聞かせることで、直接対決を避ける意味合いがある。また、顔を合わせてからも、魚であればまずヒレを広げて誇示する行動を取るなど、儀式化した行動により直接の攻撃ではなく、 優劣を競うものがある。これらの場合にも、それらの行動は、縄張りの防衛の効果を持っているから、防衛行動とみなす。また、個体の行動範囲が決まっていても、特に防衛行動を取らず、同種の他個体ともその範囲が重なっているような場合、行動権などと呼んで、縄張りとはみなさない。縄張りを持つのは、個々の個体であることも多いが、そうでない例も多々ある。 例えば死有のペア、あるいはそのことの生活が一定期間維持される場合、そのような家族的集団が縄張りを持つ例も多い。蒸気のような小鳥の場合、まずオスが縄張りを作り、そこにメスが参加して繁殖期間中の縄張りを守る。より大きな繁殖集団や群れを単位として縄張りを持つ例もある。個体群を構成する各個体が縄張りを持てば、 個体間はほぼ一定の距離を置くことになるので、個体群の分布様式は一様分布の形をとる。ただし、個体間で一定距離を保つことと、それぞれの個体が一定地域を占有することは同じではない。個体間で一定距離を保てば一様分布であるから、それは縄張りを持っている。 可能性を示唆するものだが、実際に縄張りを持つかどうかについては、各個体が特定の地域を占有するかどうか、その地域を防衛する行動をとるかどうかを知る、必要がある。縄張り行動は、資源防衛行動とみなすことができ、その防衛する資源の種類によって、食物資源を防衛する接触のための縄張りと、繁殖資源を防衛する繁殖のための縄張りがある。有名なのは、 アユの縄張りであろう。アユは春に川を遡り、中流に達すると、岩の上の形相類を削り取って食べる生活に入る。この時、川の中ほどに一定の縄張りを作り、縄張りに侵入する他のアユがあると、体当たりで追い出そうとする。これを利用して、生きたアユに針を仕掛けて放流し、縄張りに侵入させて、体当たりしてくる縄張り持ちのアユを引っ掛けるのが、ともずりである。 同様の縄張りは、海産のスズメダイの一種、巻貝などにも見られる。繁殖行動をするための場所、繁殖のための巣などを防衛する場合である。先の糸魚は繁殖行動の場が、同時に繁殖のための巣を含んでいる例である。また、極楽鳥の仲間は、目立つ木の枝一つを防衛するが、これはメスを呼ぶ踊りを踊る場になる。繁殖行動をする場だけを守る例である。 このようなものでは繁殖期にのみ縄張りを作るものが多い。テナガザルはジャングルに家族単位で大きな縄張りを作るが、これは接触の場を含んで広く生活の場そのものを防衛する例である。メダカを水槽に入れると水底付近に落ち着く。そこへもう一匹のメダカを入れると両者はつつき合いの後、勝った方がそこに位置を占め、負けた方はそこから離れた場所に落ち着く。 互いに近寄ると、つつき合いになるので、それぞれ一定の範囲から出なくなる。つまり縄張りが成立したことになる。次々とメダカを入れていくと、強い方からそれぞれに縄張りを持ち、弱いものほど小さな縄張りを、より水面近くに持つ傾向がある。これは縄張り行動を見る実験として有名なものだが、メダカは本来群れて泳ぎ、縄張りを作ることはない。この実験は、むしろ、 普通は、住んでいない特別な条件下で起きた、その種の行動としては特殊な行動と見るべきであろう。同様の例は、海水魚を水槽に入れた場合、塩だまりに取り残された場合などにも見られる。縄張りを作る場合、当然ながら場所によって条件の良し悪しがある。すると、ここで場所の取り合いが生まれることになる。その結果、最も良い場所を最も強い答えが取り、 弱いものほど条件の悪い場所を取らざるを得なくなる。つまり、個体感の順位によって取り場所が決まってくる。さきのメダカの例では、普通は強いものから底の方に大きい縄張りを作り、弱いものは水面近くに小さな縄張りを作る。これは特に繁殖期に集まって縄張りを取り合うような場合に起こりがちである。トノサマガエルでは中央に強いオスが周辺ほど、 弱いオスがいる形になる。メスはまっすぐに集団の中央に入ってゆくという。縄張りを持つ動物では一定面積内に生息する数が限られてしまう。これは個体数維持の面では不利であるが、縄張りを持つ個体については生活が保障される。繁殖のための縄張りでは子供はしばらくは縄張り内に留まれるが成長すると自ら 縄張りを作れる場所へ出ていかねばならない。このことは、その種の分布を広げる役に立つのかもしれない。アユの場合、縄張りは餌の確保のために役立つと考えられる。実際に、縄張りを持つアユは、縄張りにあぶれたアユよりも大柄である場合が多い。ところが、アユの素性数が多い場合には、縄張りが形成されず、多数が群れを作って泳ぎ回る。理論的に考えれば、 競争者が多いなら縄張りの必要性は高まるはずである。これは縄張りを張ると侵入する個体が多いためにそのための防衛行動に時間を取られ餌が取れなくなるためらしい。ところがその場合にもアユの成長は悪くならない。これは縄張りの面積が餌の量から計算すれば本来必要とする面積の数倍に達するためである。縄張りがなくなったからといって 群れを作ってみんなで平等に食えば餌不足が生じるわけではないらしい。では、なぜこのような不合理な縄張り面積が生じたのかについては明確な答えは出ていない。最近の社会生物学あるいは行動生態学的研究は動物の行動をその種の特徴とはみなさず、個々の個体にとって有利な行動が進化するものとみなす。 その結果、縄張り行動をする動物でも、すべてがそうするわけではなく、様々な裏側があることが分かってきた。例えば、トノサマガエルの一種で、繁殖の時に縄張りを作るものがある。広くて、浅い池に集まり、有個体のそれぞれが鳴き声を上げるが、この時互いの距離はほぼ一定になる。これは、近づきすぎると喧嘩を始めるからで、喧嘩の結果、強い個体ほど、 集団の中央を占める。メスは鳴き声を頼りに集団の中央を目指すので強いオスがメスと優先的に交雪できる。ところが実はこの仕組みに乗らないオスが一定数存在するという。例えば、ある個体は鳴き声を上げずに強いオスの近くに陣取る。鳴き声を上げないので攻撃を受けずメスが近づくと急にそれと交雪しようとするという戦術である。 また、あちこち移動しながら、少し泣いては、攻撃を受ける前に逃げるという戦術を取る個体も、いるという。パーソナルスペース狩猟採集社会以来、縄張りは労働力と見返りのバランスで自然に、形成され、他の縄張りとの混み合いによるストレスを回避するため、制度がより明確になっていった。国家間の国境や、人間の、特に不動産の所有。また、パーソナルスペース、 対人距離という概念がある。男子近世、女人近世の領域や親域など、文化的な境界を設けることも縄張りの一種である。花見の場所取りのブルーシートや自由席に置かれた、カバンなど、人間が縄張りを示すときはその社会で暗黙の了解を得られる目印が使われる。地域間、組織間、分野間で、グループ相互の間で、それぞれの関係する領域がぶつかり合う場合に、 事故の領域の存在を主張したがることを縄張り根性あるいは縄張り意識という。そういった縄張り意識が強い場合、様々な問題を引き起こしている。いわゆるヤクザのグループが事故の支配する領域に対する言葉として縄張りを使う。日本国法においては特別警報における非合法行為の領域概念として用いられる。 暴力団対策法が施行された1991年以降、同法第9条第1項第4号により、縄張りは正当な権限がないにもかかわらず事故の権益の対象範囲として設定していると認められる区域と定義され、縄張り内の営業事業者に対し暴力団の名前を示して、団体の支配力が及ぶ縄張り下における営業許可の対象を要求するなどの行為は、 暴力的要求行為として禁止された。1998年に制定された組織犯罪処罰法は、暴力団対策法における、縄張りという文言を使用せず、第3条、第2項で、団体の威力に基づく、一定の地域または分野における、支配力と定め、団体支配の範囲を、支配地域に限定しないことに改めている。e o w イルソン 社会生物学秋道 1999P65 から66秋道 1999PP65 から81電子政府暴力団対策法電子政府組織犯罪処罰法ありがとうございます